第17教習航空団のマーク第17教習航空団の隊員第17教習航空団はイタリア空軍の特殊部隊。2008年より正式名称を空軍襲撃グループとしている。設立は2003年であり、イタリア軍特殊部隊の中では最も歴史が浅い。イタリア空軍の特殊作戦部隊として知られる第一航空旅団の最上級部隊であり、 戦闘捜索救難、戦闘管制、パスファインダー作戦などを任務としている。部隊は襲撃グループと訓練グループに分かれていて、教習グループは4個航空中隊が存在し、60人から190人程度の隊員が所属している。基地はローマ郊外のセルベテリ基地に存在し、隊員は空挺、狙撃術、各種爆発物勝利。 戦闘時医療など多岐にわたる訓練を受けている。また陸軍、アルピーニからは、登山術やスキー、海軍、コンサビンからは、潜水術、カラビニエリの GIS からは、要人警護の指導を受けた。使用する航空機は、HH3F や NH-90 といったヘリコプターや C-130、J、C-27J スパルタンといった輸送機である。 また、ガリレオアビオニカの UAV も採用している。ありがとうございます。